動物島の塩塩水は株の売買で生計を立てていた。しかしある時から株で負けると地球が滅亡し、日曜日の朝にタイムリープしてしまう。この事実に気づいた塩水は黒幕がタヌキ氏であることを暴き出した。そしてタイムリープから抜け出すために株の一大勝負に出るのである。タヌキ氏は莫大な借金を抱えていたようだ。その額はなんと400万ベル。この返済ができないと借金取りに地球を滅亡させられるらしい。どうやら俺はタヌキ氏によって開発されたタイムリープマシーンによって何度も同じ週を繰り返すをしていたようだ。しかしタイムリープマシーンには回数制限があり、全てを使い切ってしまった。この1週間で借金を返済できる額を稼がないと地球が滅亡する。そして今に至る。前回の株価の変動は減少型、つまり今週勝てる確率は 95%。 タイムリープもできなくなった今、勝負するしかない。ちなみに今週購入した株は以下の通り、いいね10、いいねが11、高評価13、コメント7で3100株、再生数100で1000株、基本株3000株、リツイートが8リツイートあったのでプラス8000株、合計で15100株購入しました。毎日欠かさず株価を見に行った。どうにか株価を上げてもらえないか交渉し、追い出されたこともあった。株価は日に日に減少していった。そしてついに、よし、こうして約500万ベルの利益が生まれた。借金の金額分は準備できた。 ATM へ入金し、明日を待つのみだ。そしてこの日を迎えた。地球が滅亡していない？これは、ついにやったのか？ ATM を確認しに行こう。無事支払いが完了したみたいだ。これでようやく平和な日常が帰ってくる。よかったよかった。ん？なんか音が聞こえるな。なんだ？